高橋ラボラトリーウィスミさん、こんにちは。高橋です。さあ、今回の動画はですね、3月に届きましたプレミアム漫才のアマゾンのご紹介をさせていただきます。はい、まあ、毎月毎月ね、あのプレミアム漫才僕大好きなので、まあ大好きというか、プレミアム漫才に出てくる商品がすごい大好きなアイテムが多いので、まあ、いつも買っちゃってるんですけど、毎回箱がでかくてやばいやばいといつも言ってるんですが、まあ、今回届いた箱はですね、こんな感じでございました。じゃじゃん。まあまあでかいね。まあまあでかいね。おお、何が来たんやろって感じではございますが、早速ね、今回も開封して見ていきたいなと思います。宝箱。パカンパカン。さあ、何が来た？何が来た？箱のサイズ的に、あ、意外と量、意外とあるな。というわけで、まず最初にご紹介するのはこちらでございます。じゃじゃん。はい、デミギャリソン。デミギャリソンでございます。デミギャリソン、はい。まあ、この機体はあの、ね、水星の魔女に登場する、まあ、デミトレーナーという機体があると思うんですけど、まあ、それのバリエーション機ですね。実戦配備型 のデミの一機になるんですけど、まあ、これはね、なんかもう機とかしねえのかなと思ったら、なんかプレミアムバネで出てきちゃったんですよね。で、これね、1時で僕買えなくて、今回はこれ2時の、注文でゲットできたアイテムになります。いや、水星の魔女のガンプラ本当人気でさ、放送終了後ちょっと落ち着くかなと思ったけど、全然落ち着かないね。はい、本当にびっくり仰天って形なんですけど、まあこのデミギャリソンといいますか、まあ、水星の魔女のね、モビルスーツ、まあ、特に各社のね、機体、ザオートとかね、ディランザとか、まあ、そういった量産型モビルスーツに、まあ、一般仕様のものもあれば、その実戦配備というか、まあ、すごい何アーミーチックなね、デザインのものが結構多いんですけど、まあ、それの、ね、中のカテゴリーの一つなのかなっていう。で、この機体の特徴としては武装かな、かなりね、豊富な武装が入っていて、まあ、そこのなんかこう武器選びを楽しむっていうところがかなりこれは面白いんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、これは少し箱を見ていきたいと思うんですけど、説明書、フルカラーじゃん。すげえな、フルカラーなんだ、すごいね。はい、ちゃんとね、こう武装がめちゃくちゃ入ってるの、ほら、こういう感じでロケットバズーカとか、まあ、いろんなね、こう武装選びをして、まあ、この自分のね、最高のデミを作れるっていうところで、はい、これはかなりプレイバリュー高いんじゃないかなとすごい期待しております。はい、というわけで、まあ、このデミギャリソンは今回、まあ、注文した1体目という形になります。さあ、そして続いてはですね、こちらでございます。これは楽しみにしてましたね。はい、 HG のジュアックMSV バージョンという形で、これは再販品になります。はい、前にまあ、全部前ですね、プレミアムバナー限定品としてジュアックの、まあ、カラーチェンジモデルとして登場していたんですが、まあこれがね、まあ、当時はなんで買ってなかったんだって形なんですけど、まあ後々になってめっちゃ欲しくなっちゃったんですよね。まあ、それもそのはずで、前にゾゴックがね、HG 再販されて、MSV カラー、いわゆるゾゴックカラーのゾゴック、はい、水色のゾゴックが発売されて、うわ、これできいいな、かっこいいなと思って、ジュアックも欲しくなっちゃうなとか思ってて、その矢先に再販されたのがこれだったんですよね。で、カラーリングがですね、まあゾゴックが、まあ、元をたどればゾゴックの姉妹機ってところで水色ってところで、このジュアックに関しては、まあ、姉妹機として、姉妹機というまあ関連機体としてはアッカイがいるので、まあ、カラーリングがアッカイカラーになっているのが特徴ですね。いわゆる茶色いジュアックですね。中身を見るとこんな感じで、はい、色が、まあ、チョコレートカラーアッカイですね。はい、といった形になります。はい、まあこれもすげえ楽しみだね。ちょっとこれはね、すぐ作りたいね。はい、ちょっとジュアックはかなり特徴的なデザインなのでね、なんかこうガンダム、ガンダム、ザク、グフとか、ね、結構やっぱこう定番のラインのね、モビルスーツを作ってる時に、とったまこういうね、変わった機体のガンプラって作りたくなりますよね。まあ、そういう時に備えてゲットしたって形になりますね。宝箱。続いてはこちらです。じゃじゃん。はい、これはですね、モビルスーツアンサンブル、ガシャポンの限定アイテムになるんですけど、サイコガンダムマーク2になります。はい、これはもう中身見てチェックしていきましょう。まあ、サイコガンダムマーク2がね、まあ、最近 HG で立体化がね、こう発表された時にすげえ、まあ、話題になりましたけど、やっぱ人気機体ですからね。はい。で、まあそのモビルスーツアンサンブルっていう、まあ、ガシャポンのシリーズで、まあ大型の機体とかはやっぱこういうね、プレ版限定で出てるわけなんですけど、こんな感じです。じゃじゃーんと、でかい。箱がでかい。こういうのを手に取った瞬間っていうのが満足高いですよね。はい。で、まあ、このセット内容とか見てもらえるとちょっと伝わるかなと思うんですけど、かなりですね、エフェクトパーツとかが豊富に入っています。特にこのリフレクタービットのね、この射出のエフェクトが入っているのがかなり面白いアイテムだと思いますね。まあ、過去にもね、まあ、アサルトキングダムとかいろんな、あとなんだろう、メタルコンポジットとか、まあ、最後のマーク2の立体化っていうのは結構あったんだけど、まあ、そういった中で比べるとかなりこのエフェクト面というか、クレイバリューを重視したアイテムなんじゃないかなと思います。まあ、そんなこんなで、まあ、最後のマーク2ゲットでございます。
そして最後はですね、こちらでございます。じゃじゃーん。はい、2つ同時紹介という形になるんですけど、これはですね、ガンダムコンバージコアとガンダムコンバージ SB というアイテムで、ジョニーライデンの機関、そしてこちらが、アーガマ級強襲用宇宙巡洋艦ニカーヤというアイテムになります。久々にすごい文字が長いからちょっとうまく言えなくてんでしたけど、はい、まあ、ジョニーライデンの機関っていうのがガンダム S で連載されていた、まあ、コミックといいますか漫画作品なんですけど、はい、まあ、そこのね、まあ、登場するモビルスーツをテーマにした、まあ、このガンダムコンバージの限定品になります。でこれ箱はちょっと開けないでこっちに紹介しようかな今回は。はい、今回ねこの2アイテムこれ同時で購入すると特典でですね、こんな感じで、はい、プリスターがもらえるキャンペーンがあったので無事ゲットいたしました。こんな感じでね、書き下ろしのイラストで、まあ、この写ってるゲルググ3体と後ろにいるニカイア、これアーガマ級ですねの、まあ、カラーがねちょっと違ってる、形状若干違う、このねアーガマが、まあ、このね今回の立体物になります。後ろ見ると分かりやすいかな、こんな感じです。じゃじゃん。はい、まあ初立体化ですね。ニカーヤもこのゲルググウェルテックスのね、まあ、ジョニー・ライデンのねウェルテックスはまあすでに出ていろんなね、コンテンツで立体化されてるんですけど、まあ、こういったね、ユーマとかそっちの機体、ジャコビアスとかのね機体はまだ立体化されたことないので初立体化です。いやこの辺りはもうどんどん立体化してほしい、マジでかっこいいから。うん、本当にもうね、ジョニー・レイデンの帰還という、まあ、あの漫画作品は本当に面白くて、なんだろう、なんかね他の漫画作品にはないなんかちょっとねこうリアルでねビターな感じがいいんですよね。はい、それでいてなんか設定交渉も結構しっかりしてるし、まあ、ガンダムのね絶対条件であるおじさんがかっこいいという最高の作品なんですよマジで。はい、まだね見てない人いたらぜひあれはねもう絶対後悔しない、宇宙世紀が寸分でも好きな人はもう絶対楽しめる作品なのでぜひね見てほしいなというところで、まあこれはかなり楽しみにした商品なので早く開けてね、まあ、ディスプレイに加えてあげたいなと思っております。宝も、はい、というわけで今回のご紹介はこのアイテムって形でございましたが、いや個人的にはこのジワックかな、すげえ嬉しいのは、はい、ジワックは早く作って楽しみたいし、いやなんかすごい粒揃いですね今回のラインナップ。なんか水星の魔女でしょ、でもあと宇宙世紀か、宇宙世紀が多いんじゃん今回。そうだ、だからだ。いや僕やっぱいろんなガンダム作品好きですけど、やっぱどちらかというと宇宙世紀の作品の方が好きなのかなと思うんですけど、今回宇宙世紀がすごいてんこ盛りですからね。はい、しかもなんかちょっとマニアック寄りの機体のが多いという、いや幸せですね高橋、幸せです、本当に幸せ。なんだろうね、こうプレ版とかもそうだけど、こう買った後にさ、こう来た時にね、うわなんか眺めてるだけで幸せなんだよね。うわいいもん買っちゃったなとかさ、作る前から楽しいんだよな本当。はい、というわけで、まあこういうのをね、まあこう見て鑑賞するのもいいし、思い立ったらちょっとねこう組み立てて遊んでみるっていうところで、まあもう遊び方が無限大にある、まあこういったコレクション、まあどんどん楽しんでいきたいなと思います。というわけで今回の配信は以上させていただきます。今後も様々な配信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、念のほどよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。